ヘイ、はい、さすらいの白天15だもんでさ、働き出したのがヤンキーだったんですか。ヤンキーというヤンキーじゃないですよ、俺は。一番何が悪いことしました。あるだ、あるだ。いや、もう心が痛いですよ、もう。痛いだろ、これ。もうマジ痛いです。おっすお疲れ様です。おう、また何回も来上がってからに、ね、その現場に。ありがとうございます。すいません。今日は何を撮るんだ。今日は何なんですか。今日、初日だろ、養生だ。あ、養生ですか。この現場あれっすね、僕のトラウマっすね。なんでだ。あ、リュウジ君にビンとされた原因になったとこですね。ここ、はい。あ、ここ撮ったのか。そうそうそう。ま、同じとこ撮るんか。ここに突撃しに来て、リュウジ君が怒ってビンとされました。撮るっつっても何撮ろうな。養生っすか。うん、撮ったんだろ、一回。養生撮ってますね。撮っとるけど、また撮るんだ。はい、多分覚えてないんだよ。覚えとるだろ。みんな多分覚えてないです。同じやり方はやらんぞ。あ、違うやり方あるんですか。違うやり方はあるんですか。あれはあれ、ジャパンだ。それパクリっすよね。それ謝った方がいいですよ、一回。多分視聴者これ俺だけじゃねえよ。ほぼほぼやってるぞ。ほぼほぼの素数が出しとるってな、これ。え、違いますよ。寺岸ジャパンって言って出したことに問題があるんです、多分。いや、もうびっくりしました。結構コメントで言われてたじゃないですか。パクリだパクリだって言われて、またまたと思って見に行ったんですよ。パクリだと思って。パクリだ。いいようにコピーしたんだろ。いや、もう、いや、パクリっす。いいっすか、よいしょ。養生か。え、もう寺岸流があるんですか。ないわ、そんなそんなない。ないっすか。ないない。ジャパン流じゃなくて。ジャパン流だ。ちゃってやる。いや、暑いっすね。梅雨の時期って、梅雨ってもう終わったんですかね。いや、今中休みだろ。中休みですか。梅雨、うん、の間何やっとるんですか。梅雨の間、はい、自粛しとるて。あ、もうゲーセンやってないですもんね。ゲーセン、いや、ゲーセンやっとるだろうけど。あ、やってるんですか。やっとる、やっとったよ。やってました。やっとったけど、来て全然なかったもん。あ、マジですか。うん、行ってねえな。おー、偉いですね。お、家でやってる。ドラクエさん。ドラクエやってる。ドラクエやってる。もうそれしかねえもん。じゃあ、ちょっとお願いします。テラギッシュクエスト。え、テラギッシュクエスト。何クエストだ。そんなクエストねえぞ。登場からやる。登場からやるんですか。登場からいいっすよ。最初から取り直します。あ、取り直します。ヘイ、はい、さすらいの白天。よし、行こうか、次。よし、行こうか。何なんですか。白天、黒天っていうのがおるんだ。YouTube です。お、そうそうそう。パクリだけど、これもまたパクリだ。黒がおるんだから白もおらねえかんだろう。もう堂々と。もう白天にしよう。だって俺印象は白だろ。まあ。誰白だ、まあ。まあ確かに。あ、そいつ黒だよ。全然。はい。俺白だよ。白天にしたんだね。やば。おやばいっすよ。それもあのジャパンよ。あ、そうなんですか。ジャパンでおるんだって、黒天っていうのは。もう勝手にライバル視してるってことですか。そう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 。技術力がすげえだよ、そいつは。あ、そうなんですか。すごい。負けてますよ、アイス。負けとるて。あ、負けてるんですか。負けとるて。やばいじゃないですか。負けとるて、やべえ。でもパクってる場合じゃないですよ。パクってる場合じゃねえだって。そこ つけないんですか。あ、そこ。ん、ライオン。うわ、養生。お、養生するよ。そこ難しそうっすね、なんか。難しいって言うから。話を。まあ、一回塗装しとるでな、これ。塗装ですか。お、一回されとるもんね。かば。8。8じゃないです。かっすね。か、はい。蚊が出てきたらもう終わりなんですよ。蚊が出てきたらもう終わりだよ。撤収。なんで撤収、撤収。その虫嫌いなんですか。あ、虫が嫌いなんですか。虫は嫌いじゃねえよ。蚊が嫌いなんですか。蚊も嫌いだって。蚊なんて、蚊好きなやつなんていねえだろ。確かにそうっす。いねえだろ、蚊好きなやつ。なんで塗装屋やろうと思ったんですか、それなのに。塗装屋、そんな、はい。もうだって蚊と戦うことは目に見えてるじゃないですか、これからの時期。もう蚊と戦うの。もう蚊取り線香がいるな。あ、つけてるんですか、やつ。あ、いつもつけてる。あ、そうなんですか。うん。え、なんで塗装屋やろうと思ったんですか、そもそも。俺、15だもんでさ、働き出したのが。あ、そうなんですか。うん。中学出てすぐだもんね。はい。あ、高校行ってないですか。高校行ってないんだ。え、もうすぐ塗装屋ですか。いや、じゃない。最初何やってたんですか。内装やっとった。あ、内装やってたんですか。うん、クロス。はい。え、なんで辞めたんですか。あ、なんで辞めたんですか。いや、あの、15のガキなんて、はい、遊びたいばっかだが。はい。あの内装やって押せんだわ。ああ、はいはいはい。あの夜遅くまでやるもんでさ、はい、部屋の中で、はい、電気があるわ、はい、残業ばっかりだよ、はい、嫌になってよ、はい、もうやめなーって。で探しとったら、はいはい、天気はそういえば雨だったら休みだなーって。ほう、雨降ったら休めるかよなんて言って、はい、それ
お、それだって。マジですか？マジだって。それで、塗装屋だったんですか？あ、それで塗装屋だよ。あ、そうなんですか。結構理由が理由があるでしょ。いや、ちゃんと、ちゃんと、まあちゃんとしてますね。理由がある。雨の日だったら降るよ。まあ日が落ちたら終わりですもんね。うん、梅雨なんて最高だった。でもやっぱあれですか、やっぱ一人親方になると梅雨はうわ痛いなみたいな。今は痛えよ、ガキの頃はいいよ。はい、もう今は最悪ですか。今最悪だって。なんでペンキャンだったんだろうなって。内緒やの方が良かったっす。内緒やの方が良かったっすか。内緒だと安定してるな。内緒なんで。高校行ってないですか。行ってねえで、見りゃ分かるだろ。ヤンキーなんですか。ヤンキーだったんですか。ヤンキーとヤンキーじゃないだよな。え、ヤンキーだったんですか。じゃあそこまで、そこそこヤンキーですか。そこそこヤンキー、中途半端ヤンキー。中途半端ヤンキー。中学とか小学校時代のそこそこヤンキーの時は何やってたんですか。何やっとったっけ。何悪いことしてたんですか。悪いこと、はい、大体決まってるよな。何してたんですか。大体決まってるよな、その辺。でもそれは察してくるよみたいな感じですか。察す、もう察するんですよね。わかるだろう、大体。え、小学校からヤンキーだったんですか。じゃねえって、小学校は普通だったって。え、中学校がヤンキーだったんですか。あ、そうそう、大体そうだろ。小学校からはあれんだろう。え、もしかしてあれですか。あの、鬼班みたいなやつですか。あ、これ鬼班っていうか、これは大体みんなそうじゃない。え、寺木さんそれ乗ってたんですか。あ、普通のやつこうだが、はい、で、こうやってやるもんでこうなるわね。あ、ちゃんとそれだったんですか。あ、そうそうそう。リュウジ君とかやってそうですけど。やっとるだろう、絶対。リュウジ君は絶対やってます。今、あの頃の時代っていないんじゃね、もう。あー、いや、え、最近でも多いっすよ。おらんだろ、今、そんな。います、います。本社の近くめちゃくちゃいますもん。は？あの時代のやつだよね。そんな、今、いないだろ、そんな。いや、マジいます。嘘だ。マジ、僕、そのチャリンコに煽られましたもん。嘘つけ。マジです、マジです。車乗ってたら、そういうハンドルの人たちが、中学生ぐらいの、うわーって、僕の車の前来て、蛇行運転してきました。嘘つけ。マジです、マジです。そんな、おらんだろ、今。いるんすって、今。意外っすね、寺木さん。ヤンキーだったんですね。めちゃくちゃじゃねえぞ。え、喧嘩とかもしてたんですか。喧嘩とか。そんなにしてない。そんなに、うん、してたんですか。じゃあ地元だとないけど、はい、あの結構離れるとチャリンコでみんな行くわ。はい、あ、離れると結構絡まれるんだ。あ、はいはい、本当にビーバップ、はい、あんなやつ田舎の方行くと、はい、やられる。え、絡まれて。でかいゲーセンとかあるもんでさ、はい、そこ行く途中とか、はい、絡まれるんだ。殴り合いですか。殴り合いですか。いや、大体人数だね。一人で行った時は絡まれたこと一回目。あ、そうなんですか。ね、一回目、一回目。え、それ、え、なんすか。なんか僕漫画とかでしか見たことないんですけど。はい、そのままだって。え、もうドンパチみたいな感じなんですか。ドンパチみたいな感じ。そのままだ。え、テレキさんも殴るんですか。ん、殴ってたんですか。いや、殴ってねえ。え、喧嘩になってた。もうあれだよ、あの本当にめちゃくちゃ人数多いとかヤバそうなやつはもう、前から来たらもう、はい、曲がって逃げる。あ、そうです。そんな、じゃあめちゃくちゃ、いや、もう明らかに やべえぞ、あれか。あんなにめちゃくちゃ人数おるで、はい、多分無理だと思う。10人数は酒だ、はい、あ、じゃあ別にそんな寺木さんが喧嘩してたっていうわけじゃないです。自分からけしかけん。そういう時代もあったんですね。そういう時代で、今だとないだと。え、暴走族とかじゃないですよね。あ、じゃないじゃない。悪いこと何やってたんですか。悪いこと、あと自販機嵐とかですか。自販機嵐。あ、自販機嵐か。自販機は嵐しねえぞ。ああ、嵐しねえ。下に落ちとるだろ、たまに。一番下に。え、嵐じゃないけど、はい、たまに下に落ちとるだろ。下にって自販機の下にですか。下、そのまま。はい、それ探してたんですか。探してた。それ、自販機じゃなくないですか。あるぞ、あるぞ。それ自販機は嵐したことないな。あ、偉いですね、それ。あ、ないない。バールかなんかでだろ。はい、ないないない。その時そんなの思いつかんわ、その時代には。あ、そこまでじゃないですね。もうそこまでの時代じゃねえもん。え、あとなんかないですか。極悪、極悪話とかないですか。極悪話、はい、ねえって極悪話じゃなくて。一番何が悪いことしました。あー、言わなかんのかよ。言わなかんすね。ん、ちょっとあまりにもやばかったら罰金しときます。え、あまりにもやばかったら罰金しときます。ピーしときます。ピーしときます。どうだろう、それ確か小学生だったな。はい、あるだ、あるだ。これなんすか。ん、あ、まずお参りするわ。お参りする。いや、もう分かりました。もうなんとなく分かりましたね。お参りして、あ、いただきますって言って。マジっすか。あるで。それやってたんですか。
ずっとやってたんですか。ずっとやってた。やばくないですか。やべえよ。え、そんなことやってたんですか、高木さん。大体みんなやっとるんだ。だってやってないですよ。やってないですよ。あ、じゃあ、あの、誰やっとるんだよ。あ、そうなんですか。もう、駄菓子屋。はい、いや、もう分かりました。駄菓子屋でも分かりました。何となく分かりました。違うんだって、盗んだんじゃないんだって、はい、いただいたんだって。いただいたんだって。やばいっすよ。えやばいっすよ。今、はい、思うと痛いな。あれは心が痛いですか。痛い。ガキの頃はそんなこと考えんだよ。はい、あ、みんなやってるんです、うん、いや、今はないんじゃない。今の俺らの時はあったもん、まあ、今駄菓子屋がないだろ。駄菓子屋がないっすね。俺らの時あったもんな。で結構人が、はい、子供いっぱいおるだ、はい、誰が何言ってたかも分からんんだ。いやもう心が痛いですよ。もう痛いだろうか。もうマジ痛いです心。あ、それちょっと急に真面目な話戻りますけど、おそれ足りない部分はまたそうやって貼るんですか。貼るんだって。あ、でもよかったっす。んもう勝手に極悪人だと思ってました。じゃねえよ俺、ちょいだよ。はい、ちょい悪ぐらい。ちょい悪ぐらいですよ。ガッツリじゃない、ちょい悪ない。あ、ちょい悪ですね。だって今、ちょい悪多いやつ。そうですか。今、ちょい悪多い。あれですね、いたずらぐらいですね、寺木さんは。なんか、養女取りに来ましたけど、結局寺木さんの極悪時代の話です。極悪時代じゃねえぞ、俺は。俺、パクラルトなんでな。あ、そうなんですか。あ、一回パクラルトなんで、俺。マジですか。じゃあこれちょっと公開します。あよくばまだ時効が適用されないのであれば、あの寺岸逮捕で一本動画。なんで逮捕だ。寺岸がパクられましたみたいな。いやパクられてもねえっつうんだよ。お昼ですね。ていうかもう昼飯食いに行きます。あ、そうだな。それはもうついでこれで帰るかな。もうもう内装やればよかったじゃないですか。じゃあ内装屋やってくれ。内装屋も暑いんですか。暑いんだって。お前、あ、エアコンとかないですか。いや、あるわけねえがや。で、何年ぐらいやったんですか。な、2ヶ月ぐらいやったかな。ちっかい内装屋2ヶ月ぐらいやって。で、もうすぐ塗装屋ですか。うん、もうこれか。もう遊ぶ時間がねえ。はい、日曜日しかねえじゃねえかと思って。はい、平日は遊べんしよう、はい、夜のせいで。トビもやったんだって。あ、なんか言ってましたね、それは。トビどんくらいでやめたんですか。トビなんてもう一つやって。一つきつすぎました。あ、これじゃないでな。こういうカンカンじゃねえでな。はい、なんですか。違うって、ほんとのトビだって。高いやつ。ああ、足場ほんとに組むやつ。はい、どう、え、もう怖くてやめたんですか。ん、疲れるからやめたんですか。で、労働が激しい。あれはほんと体力自信がないと、はい、無理だ。あ、そう、無理。全然無理。すぐ激沈した。激沈した。でも塗装ですか。ん、あ、お手伝いで塗装や。あ、内装、トビ塗装ですか。そうそうそう。へえー、よかったっすね。な、塗装がまあ俺にあったんか。多分塗装の方が合わせてきたんですよね、寺木さんに。あ、そうそうそう、はい、あ、ここで才能が開花したっていう。よかったっす。ね、よかったね。あれじゃなくて。お金ないじゃないですか、トビとか辞めた後って。あ、辞めた後か。1ヶ月とかしかないんで。その時またお参り行ってんのかな。行ってねえ。いや、その時はもうやってねえって。おやってないっすか。やってねえって。あ、ほんとガクス。働いてからやってねえぞ。お、偉いっすね。やってねえって、何言ってもねえ。偉いっすねっていうか、まあ普通か。普通でしたね。じゃあ、あの時やったやつ返しそうでな、俺。あ、返してるんすか。ちゃんとお参りしてたね。返してるってな。え、あれも返したんすか、駄菓子。駄菓子はあれ、まあ返せんもんで。はい。もうその店にね、いっぱい買ってた。あ、そうなんですか、働いてから。うん、お、もう900いくらとかだったら、あ、もう釣りいいわって言って。おお、えらい。一応罪悪感があったんです。 あったけど、はい、働いてから。子供の頃はないって。あ、だって小遣い決められとるが親に。はいはい、こんだけに変わらないもんで。働きゃ自分だわ。はい、最初実家におるわけだし。はいはい、ほんなもんで。あ、よかったっす。じゃあ今日のところは結構面白かったっすね。何が面白いんだよ。極悪人でしょ。俺極悪じゃねえっつじゃあいいっすか。何を締めていただいて。締めるんかな。はい、あとはじゃあ宣伝道場。そうですね、宣伝道場概要欄。はい、適当すぎる。そうですね、まあポンって画像が多分ポンっていつもポンって出る画像が、はい、画像出てます。まあもう締め切り間近じゃね。多分そうですね。まあ締め切り間近だもんね。まあやってない人はやったってもいいかもしれんね。はい、気を見たら。やったてちゃおう。とあれですね、寺岸さんと賽銭泥棒をつなぐマッチング。お前だ。宣伝。おい、宣伝、これ宣伝すんな、そんなもん。じゃあ。
お前来るとやっぱり変だな、ろくなこと言うお前も禁止だ、お前カメラやめてください、お前もカメラも禁止だもん。やめてくださいよ。チェンジチェンジ。いやまた米だけましょう、また。また米だけましょう。米だ。はい。またか。そうですね。あれ結構良かったんで評判。米でも行ってねえで。何ですか。米で行ってねえでまだ。あ、最近行ってないですか。行ってねえ行ってねえ。あ、そうなんですか。最近どこも行ってねえや。ああ、結構あれ休日ルーティンでしたもんね。米で行って、あの長靴クリームソーダ。長靴あれ。そうっすね。あれだで俺食べる。長靴じゃなかったらたまんない。言ってましたね。言ってました言ってました。長靴じゃなかったら文句言うの。なんで長靴じゃないの。カメだって長靴でしょ。あ、もうあれが大事なんですね。あれが大事なんで、あの靴のこの。いや、まあ分かりますけどね、なんとなく。だろ、分かる。なんとなく分かります。美味しさ、マシュマロ。あれじゃなきゃクリームソーダじゃねえんだよ。あれですよね、瓶のコーラみたいな感じですよ。あ、そうそうそう。いや、分かります、分かります。それ、分かります。なんとなく分かります。あれだけお願いします。また見てねえだけ。ああ、そうか、長くなってまったら今日はこれで終わりよ。おお、かっこいい。今日はこれで終わりよ。はい、お開きだ。はい、じゃあまた次会おう。